皆さん、こんにちは。おかけ情報局のコシアンです。えー、昨日、ママ2022の賞の候補者が発表されまして、トレジャーが3部門においてノミネートされました。えー、まず一つ目が、ワールドワイドファンズチョイス。 これはトレジャーがデビューしてから2020年、2021年と2年連続で受賞している賞なんですけれども今年も、えー、ノミネートに上がってきています、えー、2つ目がベストダンスパフォーマンスメールグループ3つ目がソングオブザイヤーこの2つ目と3つ目はジクジンの楽曲がノミネートされていますこの3つの賞の中で一番、えー、受賞する チチャンンスがあるのはワワールドワイドイファズョちょっと「ソングオブザイヤーはジクジは軸自体の成績は悪くなかったんですが大衆に受けたかっていうとそれはちょっと違う感じだったので難しいかなと思いますそして後あとで紹介するんですがベストダンスパフォーマンスメールグループの選考基準も海外のファンが関われる部分っていうのがちょっと少ないのでこれも確実に受賞できる っていなので、えー、ちょっとワールドワイドファンズチョイスが一番狙いどころだと思うのでそれについて詳しく説明します例年えっ、ー、と例年投票に参加されている方だったらちょっと何回も見た内容になるかもしれないんですがルールとかも変わってきているので詳しく説明しますまずワールドワイドファンズチョイスの選考基準の内訳なんですけど半分が MNET プラスボートということで、MNET の、えー、アプリやサイトからの投票が、えー、半分を占めます。そして、スポティファイでの投票が30%。えー、残りの20%がツイッターでの投票。そして、えー、ミュージックビデオスコアということで、おそらくミュージックビデオの再生回数とかから割り出される得点が残りの10%ずつになります。なので、もう完全にこの 賞自体はファンの投票にかかっている感じになってきています。えー、なのでこの投票に参加するためには3つのものがいります。Mnet プラスのアカウントこちらは全部無料でえっと作成できてで日本語での 表示もあるるのでで簡単に作ることができますそして2つ目はスポティファイのアカウントえ有料会員じゃなくて無料会員の方でも参加できるようになっているんですけど、えっと、パソコンから参加する方が簡単です後で理由も説明しますえそして3つ目は、えー、公開ツイッターアカウントこれはツイッター上での投票で必要になってきますで1つ目の、えー、MNET プラスでの投票の やり方なんですが今回プレボート期間が10月24日から昨日から11月4日の夜中までとなっていますこの後に本茶の本選投票期間があるんですがおそらくこのプレボートの期間で何組かに絞られた後、えー、トップ何組かが本選に進めるのかなと思っていますちなみにこの賞を受賞できるのはおそらくトップ10だったと思うので10組になると思うんですが かなり人気のグループばかりなので、トレジャーも受賞できるように頑張りたいなと思います。で、このアプリ上で1日最大5組投票が可能なんですが、別に5組投票する必要はなくて、トレジャーのみに投票することも可能です。でさっきも言った通り全部日本語でできるのですごく簡単です。手軽に毎日1回投票できるので、ぜひまだやってない方はやってみてください。 ちなみに投票が完了するとこのような表示が出ます。これ私が昨日投票した分ですね。そして2つ目の投票が Spotify の投票です。これは全体の30%を占めるんですが、さっきのアプリよりちょっと投票方法が複雑というかちょっとトリッキーな感じになっています。このプレボート期間も先ほどの m n e t Plus と同じで、で、ボート期間。 本選の方ですね11月の10日から11月24日の夜中までなんですが投票できる局数がこのプレボート期間とボート期間で変わってきます現時点では1日5局投票可能ですそして同一局を5回投票するのも可能なのでトレジャーの軸心を5回1日で投票することができます 投票方法なんですが、えー、とママ2022が用意している専用のスポティファイのプレイリストがあるのでそこから、えー、自分が投票したい曲軸人ですね今回であればを30秒以上聴くと1投票になりますでなんで無料会員の人はパソコンから聴くのがおすすめかっていうと,、えー、とアプリ上携帯のアプリ上で、えー、無料会員でプレイリストを聴こうとすると 全曲シャッフルされているので軸人だけ聞くっていうことが難しいんですねなのでえっとパソコンから開いてアカウントに入ってプレイリストを開くと、えー、シャッフルされずにそのまま軸人のみ選択して再生することができるのでもう本当にこれは PC からやる方が数倍楽ですあと普通に軸人を聞くのではなくて 専用の Spotify のプレイリストから聞かないと投票にはカウントされないのでそこも注意してください。で、最後が Twitter の投票ですね。これが、えー、全体の10%を占めます。1公開アカウントにつき1日1投票可能です。これは、えー、と2つのハッシュタグ。今回であれば、えー、1つ目がハッシュタグママボートと、えー、ハッシュタグトレジャー。この2つを含めたツイートを 投稿するか、それか、えっと、リツイートで1投票になります。1アカウントにつき1日1投票なので、1日に何回も何回も、えっと、投稿する必要はないです。あと、このハッシュタグの大文字小文字も、えー、特に関係ないので、小文字でも大文字でも大丈夫です。ツイート自体に、えー、画像や動画を含めることも大丈夫です。 なので、はい、お気に入りの推しの写真と一緒にツイートして、それを拡散してほしいっていう内容を載せるか、あとは、この2つのハッシュタグ、ついてツイートを見つけて、立位するかになります。ただ、注意しなきゃいけないのは、えっと、ハッシュタグを、複数のアーティストのハッシュタグをつけると、そのツイートの、えー、投票は無効になるので、それは気をつけてください。で、まあ、ここら辺が、えっと、ワールドファンズチョイスの投票方法のまとめになります。 本当にファンの投票にかかっているっていうような賞ですよね。現時点で M ネットプラスの投票に関しては、えっとどういう投票状況かっていうのが見れるようになっていて、まあ、今日昨日今日はトレジャーは一応三位になっていました。まあ、ただそれがあの全体の投票の半分っていうだけなので、残りのツイッターと Spotify でどうなってくるかっていうのは、また結果がいろいろ変わってくると思うので、皆さんできるだけ。 はい、投票できる方は3つの媒体で投票してみてくださいそして他の2つの賞の、えー、選考方法なんですが、えー、ベストダンスパフォーマンスメールグループも、えー、ソン n ブザイヤ h e Year も同じで40%が審査員の評価になって、えー、もう40%が韓国内でのダウンロードストリーミング数そして残りの20%が海外でのダウンロード数とストリーミング数になります なので、まあえー、韓国国外にいるト o の皆さんっていうのはこのショーに関しては20%ぐらいでしか関わることができないので、まあ、狙い目は先ほども言ってた通りワールドファンズチョイスにななるかなと思います11月の末に迫ってきている「あ a m a、まあ、2 0 2 2なんですが「まあ、トレジャーが出演するかっていうのはまだ発表されていないので微妙なところではあるんですが。 授賞式何か賞があった方が絶対盛り上がると思うので、はいえー、投票できる方は是非してみてください今日はちょっと長めの動画になってしまったんですが、えー、ここまでご視聴いただきありがとうございましたコシアンでした